日本大使館はもう警告に必要ないかもしれません。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、日本政府警告は捨てる、完全撤退するぞ、大使館を放棄した日本政府に海外から拍手喝采をお送りします。日本は新在韓日本大使館ビルの着工を行わないまま放置中。警告では2022年3月になった今でも反日活動が続いています。新型コロナの感染者が今や世界一になっている警告ですが、それでも定例の水曜集会を開催しているのです。元慰安婦を支援する団体により毎週水曜日に開かれている水曜集会は、2022年1月に30周年を迎えました。在慶国日本大使館に向かって設置された慰安婦像を囲むデモ隊の姿は、皆さんも鮮明に記憶されていることでしょう。毎週水曜日に反日デモは行われていますが、その光景は以前と比べ大きく変化しています。というのも、慰安婦像の目の前に設置されていた在韓日本大使館が、今やフェンスに囲まれた空き地になっているのです。空き地となった敷地は、現在も一応日本政府が所有しています。その資産価値はおよそ1500億ウォン、約146億円に上りますが、一向に新在韓日本大使館が建設される様子がありません。実は在韓日本大使館の敷地が空き地になってから、もうすでに6年以上が経過しています。そしてそのまま放置し、いつまで経っても新大使館を着工しようとしません。日本政府はこの着工しない理由について、2022年3月時点でも明らかにしていません。在韓日本大使館へは何度も警告側から着工の延長申請を行うようプッシュしたそうですが、日本側からの回答は一切得られなかったと警告メディアは報じています。日本政府は明らかに意図的に無視をしていたという報道もありました。実は在韓日本大使館は2012年の段階で建て替え計画が進行していました。建物の老朽化が進んでいたため、地下3階、地上6階建ての新築ビルへ建て替える予定だったのです。完成すると広さは約3倍近くになり、それまで分散していた各業務を一箇所で行えるようになるはずでした。通常、日本の在外大使館は全ての業務を同じ敷地内で行っています。しかし警告では3箇所に分散していました。これまで各省庁から派遣された職員は、大使館本館で政治、経済に関する業務を行い、在留邦人の手続きやビザの発給は領事部、文化交流や広報に関しては、広報文化員が担当していました。業務を一つのビル内に集約し、能率を上げるための建て替え計画だったのです。ではなぜ日本政府は新大使館ビルの着工を行わないまま放棄しているのでしょうか。それには4つの大きな理由がありました。新日本大使館にのみ高さ制限をかけようとする警告。取り壊された日本大使館は、キョンボックンの近くにあり、警告の文化財保護法の適用範囲内にありました。キョンボックンは600年以上も前、現在のソウル市に最初に建造された朝鮮王朝の王宮です。高層ビルが立ち並ぶソウルの街中に15万坪という広大な土地を構え、観光地としても有名です。そのため警告の文化財庁は、新日本大使館が文化財保護法の高さ制限に違反していると主張し、猛反対したのです。しかしその周辺には高層ビルが多数あり、中には地上6階建てを計画する新日本大使館より、はるかに高い17階建てのビルもあります。日本大使館の新築ビルにのみ制限を課そうとする警告側に対し、明確な理由がないとして、日本政府は反論しました。そして警告の外交部は、日本の主張を認め、文化財保護庁に、新しい日本大使館の高さ制限について再考を促しました。それにより、最終的に警告文化財保護庁も妥協することになりました。しかしその代わり、着工前に建設予定地での朝鮮時代の遺物の発掘調査を求めてきたのです。この調査では、発掘されたものには歴史的な価値がなく、日本大使館の新築工事は可能となりました。しかし何度も着工に待ったをかけられた日本政府の怒りは、静まらなかったようなのです。大使館を攻撃することは、日本を直接攻撃しているのと同義。そもそも1976年にチョンノゴに建てられた在韓日本大使館ですが、実はここは日本政府が望んだ場所ではありませんでした。日本政府が要望していた場所は、1910年の日韓併合条約以前から日本公使館が置かれていたチュンク・イェジャンドンでした。
しかし当時のパクチョンヒ政権がこれを拒否、仕方なくチョンノグに建設されたのです。それ以後、在韓日本大使館は数々の困難に見舞われてきました。渓谷にとっては独立記念日にあたる光復節の8月15日、独立運動記念日の3月1日には大規模な反日デモが日本大使館前で行われてきました。また、日韓で様々な問題が持ち上がるたび、デモ隊が大使館に押し寄せ、抗議活動が行われています。2012年1月には火炎瓶4本が投げ込まれ、同年7月には大使館正門にトラックが突っ込み、玄関の一部が破壊される事件も起きました。在外公館である大使館は国を代表する機関として、特命全権大使が派遣され、相手国との様々な交渉、政治、経済、広報文化活動などを行っています。極めて重要な日本の渓谷における拠点であり、不可侵権により守られているのです。許可なく大使館の敷地内へ立ち入ることは国際法上認められていません。大使館を攻撃することは日本を直接攻撃しているのと同義であり、決してあってはならないことです。それにもかかわらず、渓谷の国民は不法行為を繰り返していたのです。慰安婦問題日韓合意を一方的に反故にした渓谷。2015年12月、当時の日本の岸田外務大臣と渓谷のユンビョンセ外交部長官により共同記者発表が行われました。慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決として、慰安婦問題日韓合意が公表されたのです。この会談でユン外交部長官は、日本大使館の前に設置されている慰安婦像についても、渓谷政府が関連団体と協議を行い、移転へ向けて努力するとの意思を表明しました。そして、慰安婦問題日韓合意に基づき、元慰安婦を支援するための財団、和解癒し財団が設立され、日本政府は10億円を寄付したのです。元慰安婦一人当たり約1億ウォン、約1000万円、遺族には一人当たり約2000万ウォン、約200万円が、和解癒し財団から支払われました。ところが2018年11月、渓谷は一方的に財団の解散を決定し、日韓合意は法的拘束力のない政治的合意と表明。慰安婦像は撤去されるどころか特別公共物に指定され、釜山の日本領事館前にも設置されました。さらに渓谷は当初20体だった渓谷内の慰安婦像を56体にまで増加させたのです。2019年7月には日本政府の合意を得ることなく、和解癒し財団を解散し、日韓合意は完全に反故にされました。これらの事情を踏まえて改めて考えてみると、日本政府が大使館の新築着工をしないのも当たり前だと思えてきますね。渓谷には対日関係をしっかり管理し改善しようとする意思がない。日本政府が大使館の新築計画を白紙に戻したのは2019年、渓谷が一方的に和解癒し財団を解散したのと同じ年です。渓谷政府から国際法上ありえない異常な対応をされた日本政府が、渓谷には問題解決をする意思がないと判断したとしても無理はありません。現在在韓日本大使館は取り壊された敷地のほど近くにあるツインツリータワーに領事部と共に移転し、臨時大使館として機能しています。このオフィスタワーには賃貸で入居しており、賃料や管理費などで月に3億ウォン、約3000万円もかかっているようです。大使館が長年このような状況にあるのは極めて異例です。しかし実は大使館と領事部がオフィスタワーに移転したため、以前よりも円滑に業務が進んでいます。移転先のオフィスタワー前の歩道は狭く、交通量は多く、また道路の向かい側にはキョンボックンがあるため、デモ活動を行うと一般企業や一般市民から苦情が入るそうです。このためデモによる法人への危害が及ぶ危険性も減少しています。今回の件について日本の外交官のコメントがありましたのでご紹介いたします。渓谷には対日関係をしっかり管理し改善しようとする意思が見えず、即興的な反応や反発が目につく。外交は相手があるため自国の思い通りにはならないもの。まずは相手がなぜそう主張するのか、相手の事情をよく調べる必要がある。しかし渓谷の対応はあまりにも異常で、国際法、国際慣例をすべて裏切るものだ。また長年渓谷に滞在した経験から、日本と融和していこうという国益上最善な方針が国民には不人気なようだ。渓谷政府には国民を説得する力がない。日本を十分に研究して妥協点を見出してこそ外交が可能であり、それは屈辱ではないことが分かっていない。外交を国内の世論や雰囲気で行っている渓谷は
国の羅針盤がうまく機能せず漂流していくだけだろうと、警告政府の置かれている状況とその無能さについて言及しています。このように在韓日本大使館が置かれている現状に対して、海外の人たちから多くの意見が寄せられています。その一部をご紹介します。海外の反応。慰安婦少佐像はまだ撤去されていないのか。あんな像にお金をかけてわざわざ日本との関係を悪化させてるなんて国民がおかしいね。警告は約束の一つも守れず信用できない国だね。日本も関わるのをやめるしかなさそう。これだけひどいことをし続けられれば、いくら温厚な日本だって警告への態度を変えるよ。今後警告は日本に捨てられて落ちぶれていくだけだろう。日本はオフィスビルなんて借りずに正式に大使館を撤去するのはどうかな。もう設置しておく必要はないと思うよ。土地を売り払えば100億円を超える収入になるみたいだしね。不動産バブルで土地代が高騰しているうちに売り払った方がいいと思うよ。日本は渓谷を切り捨ててどんどん発展していくべきだろうね。日本の反応。即刻敷地を売却してほしい。万が一差し押さえられたら迷わず断行。だから大使館はすぐに撤去できるように間借りで OK。 大使館の土地は今すぐ売っちゃおう。何年もそのままにするのももったいないし、もうすぐ渓谷の土地バブルは終わる。大使館職員の安全面が心配だから米軍基地内に間借りしてほしい。領事館は即刻撤退。約束を守らない国となんか付き合う必要はない。日本がいなくなったら初めていかに依存していたかがわかるだろう。たまたま地理的な距離が近いから国交を深めてきたのだろうが、心の距離がこれほど離れた国と国交を続ける意味はない。ノージャパンと叫び続けるのだから、その願いを叶えてやればいい。現地に多くの日本企業や日本人が在住しているから、撤退したくてもできないんだろうな。この際、日本国籍の企業や個人に対しては期限を切って撤退する旨を通告して、あとは自己責任で何とかしてもらおう。そうしないと日本政府としては思い切って断交に進めないだろうからね。米軍も撤退するなら日本も縁を切るしかない。日本大使館としての機能は渓谷に滞在している日本人を守るために必要です。しかし、建物としての大使館はなくてもいいのかもしれません。今のビルの曲がりのままでいつでも撤退できるようにしておくのが賢明かも。渓谷は新大統領にはなりましたが、反日行動がなくなっていくかは不明です。在韓米軍の基地として、また地理的に北朝鮮や中国への防波堤の意味がありますが、もしさらに共産圏寄りになり米軍も撤退するなら、日本も縁を切るしかありませんからね。しばらくは新大統領のお手並み拝見といきましょう。あなたは日本が在韓日本大使館を撤退させるかもしれないことについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。